はい、おはようございます。で、ただいまね、楽屋にいるんですけど、実はこちらに、はい、本日のね、司会をされております、久保田のりおさんです。イエーイ、よろしくお願いいたします。今日頑張りますよ。久保田さん、もしよかったら、はい、少し自己紹介してもらって。はい。さあ、私は年齢はいくつでしょう。はい、当たりです。71になりますね。で、私は帽子をハゲです。はい。でも性格は温厚で ね、人の悪口だけで生きております。だけで生きております。他人に厳しく、自分に優しくやっております。よろしくお願いします。お願いします。久保田さん、そんなこと言っていいのかな。大丈夫です。久保田さん、愛知県に来た時に、はい、初めてわらわらさんのイベントで、初めてお会いさせていただいたんですけど、今日でもう3回ぐらいお会いしてますね。そうですね、翔吾ちゃんとはね。ですよね。そうそう。キャリア的にはどれぐらいなの？いやいや、私はもう二足のわらじです。働きながら、はい、こういうのは42、43の頃から。あ、42、43の頃から。ということは、そうそう、結構相当キャリアあるじゃないですか。最近ですよ、こうやってね、みんなで呼ばれるようになったのは。すごいですよね。いやいや、でも本当だよ、今日もこうやってまたお会いできて嬉しいです。ご自身の主催されてるイベントもあるんですか？はい、そうです。私、中部流星歌謡協会なるものを立ち上げてまして、はい、もう今年で6年目かな。はい、6年目。毎年三好市って愛知県にあるんですけど、ね、このサンアートというところが拠点にして毎年やっております。もしよかったら出てください。来年は10月30日です。よろしくお願いします。久保田のりおさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。翔吾君、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。